そのかっこいいダンディーが、ね、聞かせてくれます、いつ見てかっこいいね。紹介します、西健。紹介します、西健でございます。個人的時事ネタってことで、この間、休みの日にですね、ハービー山口さんというカメラマンの方がいらっしゃるんですけど、その方のちょっと作品とか渋谷の光絵でありまして、でハービーさんというのはそのボーイとか布袋さんとか、あと最近の福山さんとか映画とか、いろんなアーティストの写真を撮ったりしている方なんですけど、最初に、ね、ハービーさん知ったのは、布袋さんがボーイ解散した後に一番最初に出したギタリズムっていうアルバム、ちょっと世界に向けて行くぜって感じで英語の歌詞で歌ったアルバムなんですけど、その英語の歌詞を書いたのがカメラマンのハービー山口さんという方で、そのハービーさんの書いた歌詞の中で僕が一番好きなそのグロリアスデイズっていう布袋さんの曲を今日ちょっとカバーしたいと思うんですけど、これその若い頃のハービーさんの実話といいますか、カメラマンを目指して二十歳の頃をカメラの練習する時に知り合ったガールフレンドとちょっと短い間だけど恋をして、で、自分が大学卒業してその夢を追いかけるためにロンドンに行くと、で、学生だった彼女を一緒に連れていくわけにいかないので、そこでお別れすることになったんだけど、今でも行く先だけで君のことを思い出してるよと。なので二人で、昨日バイクに乗せて、車を走った東京の街と美しさとか、そういうものは今でも本当に、こう思い出に残る、あの二人にとっての輝ける日にグロリアスデイズだったねという曲なんです。で、実はそのハービーさんって東京大田区池上の出身の方なんです。だから俺が17歳でその曲聴いて、ああなんか素敵だなと、歌詞カードと英和辞典とこう見比べながら思いを馳せていた歌が実は池上の歌だったっていう、そういうことをつい最近知りまして、それもあってですね、ちょっと今日はそのグロリアスデイズという曲を、布袋さんの曲をカバーしたいと思いますので、よろしくお願いします。ちょっと説明ないと思いました。Thank you.
Thank you.
とうございました。石川でした。もう一度、さよなら、お願いいたします。